今回はパーティー参加型の婚活の話をします。有名ホテルのホールを借りてビュッフェスタイルのパーティーでお見合いをします。10人の男女が内側に女性、外側に男性が向かい合わせの輪になり、5分ぐらい話をして男性が時計回りに移動をしていきます。その後にフリータイムで気に入った女性に声をかけて話をしたりもします。パーティー終了後に気になる相手の番号を記入し提出し、お互いに一致した場合後日お見合いになります。他には1泊2日のゴルフパーティーに参加したこともあります。一緒にラウンドをして気になる人、ラウンドの後のパーティーで気になった人をと話をする。その後にその人の番号を記入して提出、お互いに一致した場合に後日お見合いとなります。パーティーにしてもゴルフにしても参加料が1万円以上かかってしまうというのが欠点です。次回は私がお見合いを始めた、婚活を始めた時の様子を話をしたいと思います。